皆さん、こんにちは。ひろきです。はい。勢いで進めております。まだまだ進めております。日本政治への提言シリーズ。今はですね、省庁に向かってですね、要望を申し上げるというか、評価をしてみるとか、なんかそんなことをしておりますが、本日からですね、内閣府に入りたいと思います。もうこれが一番難しい。だって内閣が決めたことで、省庁に触れないものは全部内閣府がやってんですから。もう何から何までやってんですから。皆さんも言葉だけは聞いたことありません？経済財政諮問会議とか。あれ財務省がやってるんじゃないんですよ。あれ内閣府がやってるんですよ。ねえ、もうそんな感じでね、省庁横断的なことはみんな内閣府がやってるんです。はい。何種類か一応分かれてます。はい。で、今回はですね、経済財政について、お話ししたいと思います。はい。ですね。まあ、他のところで言ってないかな。じゃあ言っとこうかな。はい。大企業優遇をやめましょうということですね。はい。この誤送船団方式が日本の誤りでございます。はい。なぜかというと、大企業を優遇するあまり、有能な人材がすべて大企業の駒になってしまい、それはそれでいいかもしれませんが、結局、起業しよう、会社を作ろうっていう、ソニーの森田さんとか、京セラの稲森さんとか、もう挙げたらキリがないですけど、自分で事業を切り開いてきたような人が生まれてこず、結果的にアメリカの Facebook や Google や Amazon などそういう企業を作ることができなかったのは日本政府の責任でございます。厳しく言ってみたぞ。はい。なので、規制の撤廃ですとか、スタートアップへの後押しですとか、大企業への優遇の廃止ですとか、いろいろと、政策を変えていくべきだと、私は思っております。他なんかあるかな？そうですね。これからはですね、エコノミーと言っても見えないエコノミーも増えてくると思うんですね。物対物、そういうエコノミーも増えてくると思います。そういった意味ではですね、そういった活動を支援する NPO をどんどん、活性化させていくということも必要かと思います。はい。目には見えなくても、っていうか、お金に計算できなくても、社会に役立ってるよっていうようなこととかあるわけですね。はい。けど、それも実はカウントできる経済なんですよ。それをカウントしていきましょうよっていうことですね。はい。カウントできないって勝手に決めちゃうからカウントできないんですよ。そういうのを、NPO にカウントさせればいいんです。どれぐらいの価値をあなたたちの組織は生み出しましたかというふうにですね。そういうふうにして、GDP も測っていけばいいと思います。はい。まあ、あとは規制改革ですね。規制を緩めるところは緩め、縛るところは縛ってですね、特に農業なんかは規制をしっかりとやってですね、日本の農業を守ったりとか。で、逆に、規制があるために、
自由な活動ができないところは、それは規制が古かったわけですから、解除する、緩めるであるとか、そういったところもですね、しっかりと目配りをしていただきたいと思っております。はい。そんなところですかね。はい。とにかく、経済財政諮問会議でですね、そこで、しっかりとした議論をいろんなメンバーで行ってですね、日本の経済を立て直していただきたいと思います。はい。このままではいけません。はい。少子化はすぐには止まりません。ならば、今いる人たちが一人一人が稼げるように、政府も頑張りましょう。みんなも頑張りましょう。みんなで頑張りましょう。選挙活動じゃないんだから。はい。けど、みんなで頑張りましょうね。政府任せにせずにね。ほんとね。はい。はい。はい。そんなところでございます。なんかいいこと言ってんじゃん、お前。みたいな方、いいね、ぜひお願いいたします。あと、コメントもお待ちしております。あと、チャンネル登録もお待ちしております。いろいろおしゃべりしております。はい。それでは、今回は、これで終わりたいと思います。また、別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。